なるほどね。今度靴買うときは覚えとこう。次はバスト。これも髪上げてなきゃだよね。あの、もしかして俺が測るんですか？当たり前じゃん。逆に誰が測んの？北川さん。なんでよ。無理です。なんで急に無理になってんの？まさかの展開なんだけど。腕きついんだけど。あ、すいません。すぐ測りますか？なんでこの距離？これもうなんか北川さんを服を作ることだけに集中しろ。腕を下ろして視線をまっすぐにしてください。オッケー。わかる。何気に中腰キープすんのしんどいよね。五条くんの楽な姿勢でやって全然いいから。じゃあさ、このままついでにアンダーとバストポイント感測っちゃわない？無理です。またちゃんとサイズ分かってないと綺麗な乳袋作れないじゃん。すみません、でもできないんで。北川さんの乳首の位置は五条くん、どこだ？そうだよね、確かに見せるわけにもいかないし。ごめんね五条くん。ほんじゃ自分で測るからメジャー貸して。20センチでよろ。その具体的な数字にただただ真っ白になってしまいました。あとは股下でラストか。そうですね、股下なら顔見ないから緊張しないで済む。いちいち動揺してうろたえて、俺も北川さんみたいに何があっても動じない人になりたい。すみません、考え事しててよく聞こえなかった。顔真っ赤ですよ。嘘。あ、部屋暑かったですか？すみません、気づかなくて。エアコン入れますね。今年も暑くなるんですかね。かもね。